洗い物終わったわよ。あ、本当に綺麗。それに早くてすごいわね。<laughs> いいのよ。 じゃないと、私も手持ち無沙汰になってたし。それにしても、本当に何させてもテキパキやっちゃうわね。家事はもちろんのことだけど、私たちが教会に行ってる間に差し入れまで用意して。気遣いの天才よ。 <laughs> 本当に安心できるわ差し入れ期待しちゃうわねさてちょっと休憩しましょう紅茶を入れてくるわねよろしいお疲れ様。 うーん砂糖なしで飲む方が好きなのね。またあなたのことを一つ知ったわ。<laughs> 照れると目をそらすその癖。やっぱりそう簡単に治らないわよね。それでいいわよ。 かわい,いからあそうだわあなた最後に買い物に出たのはいつだったそうじゃなくてあなた自身が使うもののことを言っているのその服とズボンいつから着てるの 違うでしょ。<laughs> やっぱりね、予想通りだわ。もう全部色あせてるわよ。どれもシワくちゃになってるわね。ズボンもあっちこっちほつれてるわ。 それに、靴下の裏にも穴が開いてるたまには自分をいたわるのも大事よちょうどいろいろと日用品の備蓄が足りなくなってるところよ今度一緒にショッピングモールに買い出しに行きましょうね。 <laughs> やったー あのね今さっき気づいたことがあるんだけどとても深刻なことなのよそんな些細なことじゃないわ一度もまともにこっちを見てくれなかったのねえどうして だからあなたは出かけてから一度も私をまともに見てくれてないの目を合わせてくれないわそっぽ向かないでほらちゃんと見なさい緊張してるの そうでもやっぱりあなたの口から理由を聞きたいわでもこれはデートなのよおめかししてきた女性を褒めるのは当然のことじゃないかしら なるほどね。もしかして初デートでもえい、久しぶりの感覚だったわ。 やっぱりいいものね行 <laughs> きましょ着いたわそうよどうしたのここで買うのは日用品でしょ 服だって日用品でしょ観念しなさい。いい年頃なんだから、綺麗に着飾らないとね。まあまあ、早くしなさい。まだまだ買うべきものがあるからね。 そんなことないわ。ただのありふれたお店よ。そんなに珍しいの？<laughs> 大げさすぎるわよ。 はいはい。さあ、試着室で着てみようね。ふふふ。だって、昔はあの子たちの服を選んでいたもの。あやの服装のセンスも全部私が教えてあげたのよ。もう、ちょっとだけ関連性のある仕事 ってとこかしらそれとこそこそ何着か戻そうとしないで、ね、雫もあなたと同じであまり派手なのが苦手なのもったいないわよねただの服なんだから早くでも 思えばあの子たちとは一緒には随分出かけていないわ。なんだか懐かしいわね。別に大したことじゃないわ。仕事を始め、彼氏を作ってからは、あの子たちと一緒にいる時間は少なくなってしまったわ。だから、今の田舎生活はとっても楽しいのよ。 あの子たちに心配させなければね。何度かとても説得力があるわね。 急にドキドキしちゃったのふぅ、落ち着いて着替えは済んだどうしたのあれそんなあなたのサイズで選んだはずだったのにどれが小さかったのかしら ダメなの先に見せてちょうだいああらあらまさかここまで強調されてるなんてこれってその。 外で勃起しちゃったのじゃあもうちょっと大きいのを持ってくるわねだってとても似合ってるからねええ本当よあちょっと待っててね電話が来たわ。 綾乃が何かを頼みたいのかしらえあうん、うん、大丈夫多分勧誘電話だと思うわそれはともかくとりあえずズボンを脱ぎなさい脱がないの あそっかー忘れちゃったはいはい早くしなさいねあうん多分また勧誘電話だわ。 大したことじゃないわ <noise> じゃあちょっと待っててね少し大きめのサイズのズボンを取ってくるわ <noise> <noise> やっぱり電話に出た方がいいかしら。このままじゃずっとかけてきそうだしごめんねちょっと席を外すわ。 って本気なのまた私を騙す気最近どうって。 今は家族と暮らしているわ私に食事の誘いって <laughs> お願い何のお願い <laughs> ならお願いっていうのは何なの <music> <music> あ,あそそうなの。 でも、やっぱり…え フフふふ…<あ><笑><笑>大丈夫大丈夫。あらいけない。誰かが来ちゃうわ。ここは女性用トイレってわかってるのしょうがないわね。中で隠れてやり過ごしましょう。 返してくれるスマホあなたに押してもらうわ あなたが押さないと安心できないでしょ早くじゃないとまたかけてくるわようんありがとうああ やっぱり人が来ちゃったわね。喋らないでね、女性用トイレに男の声がしたら問題でしょそれにしても、中にまで入ってくるなんて、意外と大胆なのね。今度こそ、本当に終わったのね。すっきりとした気持ちだけど。 やっぱりちょっと辛い気もするわねえ私を受け止めて <noise> ちょっとだけでいいからこのままで あなたが気を悪くする必要はないわ。もともと断るつもりだったし。ただ、その言葉を口に出すのは、思ったよりも大変だった。だから、さっきのは本当に助かったわ。あなたは本気で怒ってくれたわよね。 綾乃としずくもそう言ってくれてたわあの子たちは昔彼と会ったことがあるの綾乃はいつも「あいつは悪いやつだ」とか言って何度も私を説得しようとしてたのあの子たちの話を聞き入れてたらこんなことにはならなかったのかもねでも 別に後悔はしてないわ。だって私が決めたことだものあら <laughs> もしかして私が泣くとでも思ってたの泣くわけがないわ今の私はとても嬉しいの。 あんな風に言ってくれて、あの人の怒った反応が本当に面白かったわ。だからね。あなたがさっき言った通りよ。一番辛いことはもう過ぎた。これからはいい方向に向かっていくわ。最後にもう一度言わせてちょうだい。ありがとう。 <laughs> でもあの言葉は本気にしてもいいうん <laughs> 分かってるあれは私のために言い出しただけに過ぎないってことでも今だけでもいいの少しだけ頼ってもいい考えてみて。 彼氏と別れたばかりの女の子が今あなたの腕の中にいるのよさてどうしたらいいでしょうこうしてもらうとやっぱり落ち着くわ。 あなたになら、それでもいいって思えるわ。かもしれないわね。でも、あやの、しずく、しずこさん、そして村の人々も、あなたのことを信用しているわ。敬語はいらない。かすみって呼んで、今だけでもいいから。 あなたに優しく愛されたいの。お願い。あの人のことを忘れさせて。 ただいまー。ああやっと帰ってきた今日はなんか遅かったね。お帰り。<laughs> 車が混んでたのよ。はい。綾乃に頼まれた雑誌と化粧品よ。やったーこれ欲しかったんだ。ありがとう。はい。こっちが雫が頼んだ本よ。 ありがとう、外暑かったでしょええー、でもずっと室内にいたから大丈夫だったわうんどうしたのかすみね、何かいいことでもあったうんどうしてそんなこと聞くのあ、しずくもそう思うじゃ、勘違いじゃないのかなあ綾野まる、一体どうしたのうん、なんていうか <laughs> うまく言えないけど、今のかすみねさんはとにかく幸せそうなんだよえー、そううん、そんな顔したかすみね、久しぶりに見た <laughs> 確かにいいことがあったかもしれないわねへー詳しく聞かせてもらおうかなあなんでそんな大速やるの <laughs> <laughs> 逃げたわね